ドイツブンデスリーガ2011から2012、サッカーブンデスリーガ2011から12は、サッカーブンデスリーガの第49回目のシーズンである。2011年8月5日から2012年5月5日まで開催され、ボルシア・ドルトムントが2シーズン連続通算8回目の優勝を果たした。ウックスバーグ FC ・バイエルンブレーメン・ドルトムント、 フライブルクハンバーグハノーバーヘルタ BSC、ホーハンハイム系ラウトンケルンネイブクシンマインズ、ムーンシャングロットバックニュルンベルクシャールカシュトゥットガルト、ボルフスブルクブンデスリーガのクラブの本拠地出展、www.dfb. で、各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。チーム一 v チーム二 チーム 1V、チーム2ホルトナデュセルドルフが、ドイツ分で3が2012から2013に、昇格を果たした。出展、ワールドフットボール、ありがとうございます。